ドバドバー。おい、霊夢、何をしているんだ？ああ、マリサ、見ての通り TKG に醤油をかけているのよ。いくらなんでもそれはかけすぎだろう。そうかしら？いつもこんなもんよ。安物だからいくら使っても財布へのダメージはないわ。おいおい、醤油はどれを選んでも一緒だと思うかもだが実は安い醤油には色々な問題点もあるんだぜ。そうなの？何を選んでも一緒なんじゃないの？じゃあ、今回は醤油に使われているものや選ぶときに気をつけてほしいことを解説していくぜ。ゆっくりしていってね。じゃあ霊夢、この減塩醤油の原材料欄を見て、何か気づくことはないか？どれどれ、あら？この醤油、よく見ると原材料に豆や塩以外にたくさん見たことないものが書かれてるわ。そうなんだ、大豆、小麦、食塩は醤油を作るときに必ず使われる食材だが、ここに書かれてるビタミン B1、アルコール、酸味料などそれぞれ少し問題のある材料たちだな。そうかしら？あまり体に悪いものとは思えないものばかりだけど、一個ずつ説明していくか。まずはビタミン B1 についてだな。ビタミン B1 は栄養素としては糖質代謝に欠かせないものだが、添加物としてのビタミン B1 は、保存料としての意味合いで記載されているんだ。ペットボトルのお茶に入っているビタミン C が、酸化防止剤の役割なのと同じ感じかしら？そうだな、ビタミン B1 の場合は、チアミン硝酸塩やチアミンラウリル硫酸塩などが添加物としてよく使われているぜ。このチアミン系と呼ばれる添加物は肝臓や腎臓の主剤が確認されてたり、大量摂取による甚大な毒性が報告されているんだ。人体に直ちに影響のある量ではないけど、なるべく体に入れたくはないな。へえ、一度に大量に摂取すると危険ってことなのね。まあ、そんなリスクのある添加物を摂取し続けることを当然のことだと思うのはやめた方がいいってことだ。他の醤油にはビタミン B1 が記載されてるのは見ないけど、私が使ってた減塩醤油だけに使われているのかしら？そうだな、ビタミン B1 の必要性があるのは、減塩醤油に入れる場合だ。食べ物の中の細菌の繁殖は、糖度や塩分が高ければ高いほど起こりにくいんだ。だから減塩醤油みたいに塩分濃度が低くなってしまうと細菌による腐敗が起こりやすくなる。それをさせないようにビタミン B1 が加えられているというわけだな。減塩醤油って体にいいと思って買っていたんだけど、逆に色々な添加物の要素によって成り立っていたのね。日本人は塩分を取りすぎている人が多いからな。じゃあ、次に説明するのはアルコールだ。白カビの発生防止の役割があるぞ。え？醤油ってカビが生えるの？白カビっていうのは、酸膜酵母菌と呼ばれる酵母菌の一種で、特に人体に悪影響があるってわけでもないんだが、そのまま放っておくとせっかくの醤油の味や香りが、どんどん悪くなってしまうんだ。そうだったのね。それならアルコールを入れて防いだ方が良さそうね。ただ、残念なことに量を多く見せるためのかさ増しとしてアルコールが入れられている醤油も、あるみたいなんだ。アルコールの添加がなければ必ず、白カビが発生するというものでもないんだけどな。かさ増し目的もあるのね。それはなんだか嫌な気持ちになるわね。ちゃんとした管理をしておけばアルコールを使わなくても問題はないから、そういったものを選んで買うのをおすすめするぜ。アルコールを使わなくてもいいのなら入っていないものを買った方が良さそうね。次に酸味料だが、これも減塩醤油に使われていることが多いな。減塩醤油は塩分の量を減らされてるはずなのに、私たちが美味しいと感じて食べているのは、この酸味料が原因なんだ。そうなの？ああ、酸味料は醤油の旨味を感じやすくして、後味をすっきりさせるために使われているようだ。酸味料の原材料はサトウキビなどだが、加えている酸は酢酸ナトリウム、乳酸ナトリウムなど色々あるぜ。へえ、この酸味料は、醤油の原材料欄には書かれていないの？食品添加物として一括表示が認められてるものだから書かれていないし、そこまでの表示義務はないんだ。だから体に害があるかもしれない成分が使われているような商品を選ぶのは避けた方がいいだろうな。健康意識が高い人ほど減塩醤油を選んでしまいがちだが、添加物をチェックして選んでいくのが大事だぜ。なるほど、何が入っているかわからない食品は、できるだけ買わないようにするわ。醤油だけじゃないが減塩や糖質ゼロなど不自然なものは気にしておいた方がいいぜ。次に、醤油加工品についても説明しておくぜ。醤油加工品って、ただの減塩醤油でさえこんなに色々な添加物が使われているのに、加工品なんて添加物まみれじゃないかしら。そもそも醤油という名前を使用するには、日本の農林規格で規定された原材料で作らなくてはいけないんだ。この規定原材料以外を使った場合は、醤油を名乗ることができないから、醤油加工品という名称が使われているんだ。だから鰹節や昆布の風味で美味しく仕上げただし醤油は、醤油加工品という名前で販売されているが、加工品の名前がついてるからって、一概に粗悪品だというわけではないんだ。
規定されてない原材料を加えただけで醤油の枠から外れてしまうなんて。そうだな、風味や味を使って美味しくするためのものもあるからなんとも言えないぜ。でも気をつけてほしいが、醤油加工品には色合いを良くするためのカラメルなどの着色料、味を整えるためのステビアなどの甘味料や、加糖ブドウ糖液糖などの多数の添加物が、使用されているものも多い。だから醤油加工品で無添加のものを探すことは、醤油で無添加のものを探すよりずっと難しいんだ。むう、体にいいものしか入っていない、シンプルな醤油が欲しくなるわね。どうせなら原材料の大豆についても少し説明しておくか。霊夢は脱脂加工大豆って知ってるか？なんだか難しい名前の大豆ね。普通の大豆とは違うのかしら？言葉そのままの意味で、丸大豆から油を取り除いたもののことだ。大豆には脂質が多くて、丸大豆から醤油を作ると油がたくさん出てしまうんだが、この油は製造工程で廃棄されるんだ。もったいないわね。そうだな、まあ、取り出された油は食用の大豆油として使われるから、残った脱脂加工大豆で醤油を作れば、廃棄する部分も少なくて済むというわけだ。無駄がなくて良いことじゃない。そうなんだ、ただ問題は、この脱脂加工大豆の原産国にあるんだ。海外から油を絞った後のものを輸入して使用していることが多いんだが、これが安く輸入できるから、安い醤油を作るために欠かせないものになっているんだ。だから遺伝子組み換え大豆が使われている可能性があるということだな。遺伝子組み換え大豆の可能性があるのね。しかも、脱脂加工大豆遺伝子組み換えではないと表記されていても、数パーセントでも遺伝子組み換えではないものが混ざっていれば全てが遺伝子組み換えではない、扱いになってしまうから油断はできないんだぜ。食品表示の闇ね。それに、油を取り除く際にヘキサンという薬剤が使われてるんだが、ヘキサンはガソリンにも含まれている成分で、ヘキサンの吸入によって、めまいや頭痛が発生する事例が報告されているんだ。ガソリン？そんな危ないものが含まれてる薬剤を使ってるの？ただ、ヘキサンは加熱によって蒸発しやすい物質だから、加工の過程でなくなるから出来上がった脱脂加工大豆に、ヘキサンはほとんど残っていないとされているぞ。ほぼって、完全にではないのね。安心できるようなできないような。そうだよな、こういう薬剤を摂取してしまう可能性を避けるためにも、脱脂加工大豆を原料としている醤油を選ばないようにしておきたいな。ここまでいろいろ話を聞いてきたけど、おすすめの醤油はあるのかしら？じゃあ私のおすすめがいくつかあるから紹介するぜ。まずは海の精うま搾り醤油だ。ちなみに国産有機ジャスの生醤油だ。生醤油とは塩以外に何も添加していない醤油のことだ。原材料は国産の大豆小麦塩だけで天然醸造法という方法で作られているし、地のものを食べるという基本に基づいて全ての原料が国産品の信頼できる醤油だぜ。国産の大豆や小麦はかなり少ないみたいだけど全て国産なのはすごいわね。気になるわ。ちなみに、国産有機ジャスって何かしら？国産有機ジャスというのは科学的に作られた肥料や農薬の使用を避けるのを基本として、畑への負担をできるだけかけないように生産採取すること、とされている。つまりどういうこと？これを詳しく話していくと長くなりすぎてしまうから改めて伝えるぜ。まあ、自然に優しい方法で作られた野菜ってことだ。なるほどね、今度詳しく聞かせてよね。次に大徳醤油国産有機醤油木時あるべし。この醤油も国内の有機大豆小麦を 100% 使用して有機ジャス認定像で醸造した醤油だぜ。北海道産の有機大豆、北海道または兵庫県産の有機小麦、長崎県佐喜戸島産の平釜塩のみと、国産のものにこだわった醤油だな。原材料が全部国産なのね、なんだか安心感があるわ。もう一つ、湯浅醤油だ。これも原料の大豆小麦食塩すべて国産のものを使っている。冬に仕込み始めて500日かけて熟成、その後にさらに木桶で数ヶ月熟成することで、濃厚で旨味の強い醤油となっているぜ。ここで使っている木桶というのは100年以上現役で使用している直径 2.3 メートルの杉の大樽なんだ。100年以上も現役の木の桶なんてすごいわね。どんな味がするのか気になるわ。最後にちょっと面白い変わり種の醤油を紹介するぜ。株式会社今搾りの育てる醤油だぜ。何それ？大豆でも植えるの？そこまでは素人には難しいだろう。兵庫県産の無農薬小麦、京都産の無農薬大豆、そして国産の海塩、麹菌のセットになっていて、自分の手で醤油を仕込み、熟成させるんだ。昔の人が各家庭で行っていた手作りの暮らしを取り戻そうという思いから生まれたんだぜ。自分で手塩にかけて作ったという思いも相まって格別の美味しさになるんだ。自分で作るっていうのは珍しいわね。楽しそうだから試してみようかしら。気になるものがあったらスーパーで探してみたり、ネット通販で取り寄せてみてくれ。さて、ここまで聞いてきてどうだった？これまでは深く考えることなく適当に醤油を買ってきてたけど、これからはちゃんと成分量にも目を通そうって思ったわね。そうだな、それに、醤油にはたくさん種類があるからな。
丸大豆で仕込んだ醤油は味がまろやかな醤油になるし、だし加工大豆で仕込んだ醤油は、すっきりした醤油に仕上がるんだぜ。そういう違いもあるのね。調味料の味の幅が広がりそうだわ。でも、脱脂大豆って怖いのね。添加物の安全性もそうだけど、何より科学的なものって味の前に美味しそうって思えないのよね。安全なものは、体にいいだけじゃなくて味もちゃんと美味しいからな。体にいいシンプルなものを選ぶことが大事なんだぜ。今回の話を一言でまとめると、大豆小麦食塩の3つの原材料だけを使ったシンプルな醤油がおすすめってところかしら？そうだな、こだわりの素材で作られた醤油は、余計な味付けが入っていなくても、素材本来の良さが引き立てられるから十分美味しいぜ。スーパーで手軽に購入できるものの中から探したり、ネット通販でお気に入りの醤油を探してみたり、自分に合った無添加のものを探して買うのもいいだろうな。新しい醤油はマリサのおすすめを使うことにするわ。ぜひそうしてくれ。この動画が面白かった、ためになったという方は、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。みんなのおすすめの醤油もコメントで教えてね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。